発売ですか。あ、今日ですか。今日ですよ。よく見てください。真ん中に誰がいますか。私、私、やばい。これなんかここの開けたところ、あ、秘密らしいので、これは私だけが見ます。あー、この人ね。なるほど、この人がいいんじゃないですか、これを選んだ。なるほどね。はい、あ、やばい。ということで早速開けていきます。志田さんじゃないですか。素敵、素敵。皆さんどうでした、開けました。こちら誰がいるんだろう。じゃあ開けちゃいますね。よし、シャキーン。うわすごい。1枚目、井上京子さん。すごい。おお、こう、次、めでたいガールさん。そして、お、レータンですね。レータン。え、あ、この、これはレアなのかな？レアです。レアかな？なんと、アクトレスガールズ、カラーズ所属のミーが出ました。これ欲しい人絶対いますよね。じゃあこれプレゼントで。プレゼントです。じゃあ応募はこちらまで。次、あ、こちらもアクトレスガールズ。谷桃が出ました。すげー。そして朱里選手です。一袋目から豪華ですね。でもなー、まだ出ないなー。じゃあ二袋目もいきます。おお、続きまして、コスチュームが似ていると言われておる新垣りなさん、りなちゃん。そしてマリマンジさん。そして星ハムコさん。横もあるんですね。そして、そしてモモのみよちゃん。お、松本ひろ選手です。そして高橋七重選手でした。これさ、私めっちゃ良くないですか。なんか絶対皆さん欲しいカードが引いちゃってるような気がするんですけど。じゃあラスト、入ってるかな、入ってんのかな、これはどうなんだろう。入ってますように。じゃあラストいっちゃいます。いきます。ユミ選手。はい。そしてフェアリー日本橋選手、日本橋選手、すいません。そして救世忍者乱丸選手。そして、お、なるほど。そしてレオン選手、あの覆面の皆さんが連続できましたね。そして辰巳梨花選手。そしてラストは、じゃん、さくらえみ選手でした。出ません。
ませんでした。アナウンサー売りはアナウンサーに入ってるんですか。これ皆さんあのサオリを引いた出たのかな。でも本当にね、かぶりがなかったのがすごい。これ絶対かぶることとかもあるんですよね。ね、その中でかぶりも出ず、そしてチェキもね、レアも出ちゃった。私、いや3月もいいことあるな、これはね、いい月になりそうな気がします。でもあのサオリが出たらもっといい月になったんだろうな。ってことでもう一個開けていいですか。よっしゃ来た。はい、もう一個開けますじゃあこれラストで一緒に見たいもんね、皆さんね。じゃあこれでいきます。これ入ってなかったらちょっともうなんかしますよ。いきます。はい、カレン・デイト選手。はい、そして藤ヶ崎ヤコ選手、ヤコさん。そして水木選手。お、これはまたもやレアなのかしら。なんと3入りのハイパーミサオさんです。ミサオ選手です。すごい。そして野崎渚選手。いやー、これがねラストに引いちゃうところがやっぱなんだろう、なんかあるんでしょうね。関口かける。おー、いやー、かけるなー、かけるですよ。ラストかける、私が出ずにかけるが出ちゃった。あのサオリ出ませんでした。でもね、チェキも出たし、サイン入りのも出たし、じゃあこちらは私ちゃんとお家持って帰ってもいいんですかね。じゃあお家持って帰って、これは自慢にします。いいだろう、いいでしょ。何人いらっしゃるんだ。162人のカードプラスアルファって書いてますね。いやだって私これ200枚近く書いたんですよ。なぜかというと、あ、言ったらダメなのかな、あ、秘密っぽいんで言わないです。でも200枚近く書きました、夜中の3時ぐらいに。めっちゃ眠くてでもちゃんと書きましたよ。だから書いたから、もし私が出たら教えてほしいな。でも出なかった。4袋も開けたのに。楽しいですね、これ。なんだろう、なんかちっちゃい頃のポケモンとかのなんかガチャガチャみたいなのを思い出します。楽しかった。このね、まあ表紙ももちろんですし、このサイドも、あんま見しちゃダメなのかな、サイドもですし、そしてこの開いたところにあるこのシークレットの感じもいいですし、皆さんぜひ今日から発売のこの BBM 女子プロレスカード2019ツルーハート、トゥルーハートをカードをぜひ僕を見てください、遊んでくださいで売り切れがね早いって聞いたのでね、これはぜひぜひですよ。